待ちに待っていた、衝動ポケモン第7弾。ついにね、第7弾にして、ガチなんだけど、グレイシア。もうこれガチ！ガチだよ！グレイシアいるぞ、グレイシア！いやー、待っていたぜ。もう誰しもが待ってたよな。グレイシアいつ来るんだと。グレイシア早く出てくれと。ついに来たぞ、第7弾にして。はぁ、嬉しい！行くぜ。何個入っていくかな？パカリス、仕事開けまして、グレイシアは、まあ、2個ぐらい入ってんのかな？ここは。シャー！グレイシアダブル入ってるぞ。いやー、マジドキドキしてきたわ。やっぱさ、グレイシアさ、もうみんな待ちに待っていた。もうラストじゃん。最後に見てよな。だって1番のアルセウス、2番飛ばして3番のフーニー、4番のドーラパルティからの2番に行って拡張パーツっていう順番で行こうかな。おそらくね、今回ね、組み立てがっつりあるやつほぼないと思うんだよね。四つ足のやつは基本的にほぼ組み立てないじゃん。アルセウス。これも四つ足だし、グレイシアもそうだし、フーリーもモルモンも入ってそうだよね。ドラパルティも。だからほぼね、組み立てないと まあこれ組み立てても楽しいんだけどね、こういうシリーズね。ほぼね、もう、形そのままで入ってんじゃないかなと。親指と入んねえよ。まあ、こう開けるか。アルセウス3つ入ってっかんね。いや、嬉しいな、トリプル。アルセウス。多分ワンボックス内訳同じだと思うから、全部。どのね、箱でも、あ、違うんかな？みんな箱で買った人いる？どうだった？アルセウス3つ入ってた。このシリーズはさ、毎回箱の中に説明書がね、書いてあるので、この箱をね、あとギャムもね、そうそう、ギャム、食感のギャムも入ってて、まずは前後の足のパーツをつけると、右と左、ちゃんと分かれてるから、パーツをよく見て、まずは右足から、前足の R の方を取り外して、右足の方に装着と。で、反対側も装着して、あとは後ろ足だね。後ろ足も右の R の方から取り外して、後ろ足はボールジョイントになってんだね。ここ、ボールジョイントではめ込む仕様になってる。後ろ足ガチャンはめまして、で、左足もしっかりとね、このボールジョイントで装着しますと。あとは前後のパーツを取り付け、このようにね、取り付け。で、その前に、このパーツ、ここの突起が上に来るようにして、このようにはめますと。こっちにはめ込んで、あとは溝に合わせて、ガチャッと、はめれば、アルセウスの胴体が完成。おー、できてきたね、アルセウス。で、あとはご双眼フェイスをつければ、これでアルセウスが完成しましたと。あとは拡張パーツで、さらなる高めに登るだけ。とりあえずこれ、アルセウス単体ね、完成。かっこいいね、やっぱ、アルセウス。で、次がね、2番のグレイシア飛ばして、フーディン。いや、これ俺ね、正直一番楽しみだったかもしれない。フォルミー的にはね、フォルム、これどうなって、グレイシアが一番好きなんだけど、どうなってるんだっていうふうに考えると、いや、どうな、いや、これなんかフォルミー楽しみじゃない、見るの。衝動でどういうフォルミー、グレイシアとかまあ想像できるんだけどさ、フーディンだぜ。あと、サイコウェーブだよな。拡張バス。でもね、拡張バス、今回ドラゴンアローが一番楽しみかもしれない。ドラパルティのね、ドラゴンアロー。これすげえ楽しみだよな。さばきのつぶてもアルセウスのやつ、すごいかっこいいと思うんだけど。よし、じゃあ、フーディン開けます。親指ドビュッシーと。おー、フーディンだぜ！すげえ。これさ、グレイシアいなかったらナンバーワンに与えてもいいような感じがするよね、フーディン。スプーンあるぞ、スプーン。おー、ごそかウィズ！スプーン、これ面白すぎだな、これ。スプーン。すげえいい感じだよ、スプーン。スプーンを持たせて、腕はね、ボールジョイントになってるが、そのままカポってはめるだけ。やり取れた。フーディンいいな。こういう作りになってんだね、フーディンね。なんか立体化すると不思議な感じするな、フーディンは。これヒゲの向き合ってっかな、フーディン。フーディンなんかこう見るとリザードにも似てるよね、ちょっとね、顔ね。リザードっぽい顔してるわ。フーディン。この突起の部分がかっこいいな。あとヒゲね。このヒゲもかっこいいね、フーディンね。デュイーン。あとは足を組み立てまして、このようにね、足を組み。で、その前にちょっと足をね、つける前に、この突起もちょっと取ってね。よし、突起を取って。で、あとは足ね。足をこのように刺して、胴体につけると。お、フーディンだわ。完全にフーディン、フーディン。当たり前だけど。当たり前で、もうすごいなぁ。でもなんか不思議な感じするわ、ガチで。フーディンのプラモデルって。あ、嬉しいなぁ。で、顔面ね、ご双眼フェイスをつきまして、フーディン、完成！ガチャン！フーディンの鳴き声が聞こえてきたよね。すげえなぁ。あ、やばい、俺フーディン今回一番気に入っちゃったかもしれない。これちょっとグレイシャー。これでもグレイシャーな、待ちに待ってたからな。
早く出てほしかったんだよね、衝動で。いやでもフーディンもすっげえいいぞこれ。やばいなこれ、フーディンね、マジ最高の出来。あの今まで歴代のやつ合わせてもこれ出来最高だわ。いいぞこれは、かっこいいフーディン。しかも2個も入ってたからな、フーディンな、当たりすぎる。で次がドラパルト。ドラパルトマジどうやって自立すんのかなこれ。あ、やっぱスタンドか。そうだよね、スタンドだよね。スタンドでこうセッティングしないと立てる。うわいいね、ドラパルトのこのメルタトロス的なちょっと魅力を感じる。かっこいいな。あとねドラゴンアローね、これすげえ楽しみなんだわ。一番楽しみ今回の拡張パーツで、サイコウェーブとかさ、サバキのつぶてアルセウスのすごい楽しみなんだけど、いやドラゴンアローだよな、セッティングしてみたいよね早くね。それではドラパルト開けて、次はグレイシェがついに、うわでかいんじゃないか。ドラパルトこんな感じで、ドラパルト開けてみるとね、ダダーン、パーツがこのように、あスタンドね入っており、ドラパルトすげえ組み立て簡単だわ。まずは尻尾を取り付けまして、やっぱドラパルトのさフォルミーかっこいいな。ドラパルトフォルムすげえかっけえわ、めっちゃ好き。このうおー怪物クリーチャー感あるからね、クリーチャー感マジメルタトロスっぽいわ、めっちゃ好きガチ。うわこの顔の形も最高、ドラパルトである。おードラパルトもかっこいいな。これ口開くんかな、口はさすがに稼働しないか。え稼働するだろこれ、え絶対、だってあるよジョイントパーツ。え待って、あちょっと頭取れちゃったけど、ちょっと待って、え開かないのかなこれ。ちょっとカッターで、カッターを忍ばせて、ほらーほらー開いたわ口、ドラパルトすげえ。ちょっとあの体取れちゃったけどね、パーツ取りやすいのはしょうがないんでね、このシリーズね。おおできたぞドラパルト。てか口開いてた、箱で、あ口開いてるのも大きいね、ドラパルト。でこのドラパルトをセッティングするスタンドがあるので、スタンドこれどこでもいいんかな、好きなところにセッティングしていいと思うわ。これセッティングしてドラパルトの多分背中に、あ背中にねやっぱ開いてる、背中にこうつけて、すげえドラパルトいいね。これは衝動シリーズのドラパルトである。あちょっと待てよ、いやでもフーディンかな、フーディンがこう立体化してるのがすごく嬉しくて、いやでもドラパルトも最高の出来だわ。やはりちょっとこう並べてみてもさ分かるね、フーディンの存在感圧。いやドラパルトなんかちっちゃく感じんな、ドラパルトも結構大きかったんだけど持ってみた感じ、フーディンでかすぎね。いやフーディンよかった、やばいなこれ、せっかくグレイシアいるのにフーディンに全部持ってかれるかもしれない。でもね開けてみないと分かんねえからね、ついに来たぞみんな。2番の待ちに待っていた俺たちのグレイシア、やっと来たな、グレイシアが。お前、遅えよ。第7弾から1弾に来てもいいレベルじゃないか。もう、かわいすぎ。しかもだ。冷凍ビーム放てるからね。拡張パーツがあれば、冷凍ビームを放てる。うわぁ、このポーズ最高じゃない。超かわいいわ。これ多分、グレイシアはね、ほぼ組み立てないと思うよ。そのまんま入ってんじゃねえかな。ほら、前のさ、ブラッキーもそうだってね。ほら、ほぼない。うわぁ、いいなぁ。素晴らしい。もう、顔の部分で最高じゃない。頭取れちゃってる。頭を最初にやっぱ直さないとね。あー、かわいいね。グレイシアの、この五寸がフェイス。あ、ダメだ。多分ね、横にね、最初、これボールジョイントあるから、ここに、あの横の、まずは、このサイドのパーツ、ボールジョイントになってるのは、ここに、セッティングして、こうね、こうセッティングして、で、もう片一本もね、これセッティングしまして、これで完璧だな。これでいつものグレイシアになってきたぞ。で、まだ足りないと、この、パーツをつけることに、はい、完全で、おぉ、かわいいね、完全なるグレイシアになったな。これで頭部パーツが、耳もかわいいよな。耳をちゃんと稼働するからね、これ。ほら、耳も稼働する。素晴らしい商品だ。稼働、あのグレイシアをいろんなポーズ取らせることができるからね。このポーズ特にやっぱ、一番かわいくない？これ。このお座りポーズするときは、この別のパーツに足を変えなきゃいけないんだね。このパーツ、このお座り、ポーズ用の後ろ足、これをつけるんだ。あとはランナーから前足と後ろ足をそれぞれ切り取りつければできたぞ。グレイシアの胴体ができて、あと尻尾刺すの忘れてたな。尻尾もあるから、もちろんね尻尾もこうつけまして、でゴソンガンフェイスをつければ、うわ完璧だわ。でもねやっぱねフーディンだわ今回ナンバーワン。うわーでも可愛いな。できた、祭り持っていたグレイシア、
やっと来たか、よし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 、やっと来たけどさ、フーディーの出来が良すぎて、フーディーナンバーワンにしなくてはならなくなった。そうか。これで OK か。あとは前足をこう下げて、前足をこうね、まあ、ちょっと揃える感じにして、あとちょっと首をかしげたりなんかでもしちゃって、こんな感じで。こんな感じね。かわいい！めっちゃかわいいじゃん！いや、グレイシャーガチでいたらな、このように。グレイシャーいたら最高だよね。めちゃくちゃかわいくない？しかしながらこう見ると、やはり、グレイシャーちっちゃい。グレイシャー一番ちっちゃいわ。ダントツのちっちゃさ。で、フーディンのデカさ。フーディンの圧強いな。いや、今回フーディンか。いや、化けてみないとわかんねえよな。フーディン最高だって感じで。フーディンマジ5個欲しいな。こんなクオリティ高いフーディンまたいつ出るかわかんねえからな。今のうちにゲットしてこう。将来的にすげえレアになりそう。この衝動のフーディン。すごい値上がりしそうだよね。衝動1のポケモンのさ、やつも結構値上がりしてるからさ、フーディンもすごい。いや、いいわ、フーディン。これたまらんな、マジで。で、フーディンはね、この拡張パーツにより、サイコウェーブが放てるというね、奇跡ミラクルレベルマックス、外伝中の外伝中の外伝。やべえな、レイトビーム、サイコウェーブ。ドラゴンアローにサバキのつぶて。でもサバキのつぶてもすげえかっけ。たださ、スタンドがね、これあのパッケージだからスタンド消えてるけど、スタンドがちょっとね、見えちゃうからな。まあ、全部そうなんだけど。スタンド、まあ、写真撮って消せば、加工して消せばね、まあ、よろしだけれども、やっぱ、なんかさ、早く技術をさ、いやでも無理か、おもちゃでさ、浮いてるところを、なんか重力反射装置みたいなさ、ついてて、ブーンって浮いてる感じ。磁石だったらできそうだよな、でもな。磁石。俺昔高校で免許取るとき試験全部満点取って、で、俺一人だけね。で、ボールペン、宙に浮くボールペンっていうのをもらったんだけど、あれも磁石で浮いてたんだよな。そういえば。いや、あんな風にできないもんかね。とりあえずサイコウェーブを出して、終わったぞ、これだ。サイコウェーブ。これでフーディンがサイコウェーブを放つぞ。ブリーブリーで、しかもこのスタンドがな、磁石で通りができないかね。もう今時代は令和だぜ。令和も昭和初期じゃないんだからさ、なんかできそうな感じしない？おー、これがサイコウェーブ。あとポーズね。こんな感じでいいかな。いや、意外に難しいな。もっと肘張りたいんだけど、肘を張るとね、角度がね、もうちょっと肘張りたいよね。こんな感じで肘を張りたいのが、まあ、これ限界か。腕取れちゃうからね。まあ、こんなもんでいいかな。サイコウェーブ。できた。で、サイコウェーブをブーン。これがサイコウェーブである。フーディンのサイコウェーブ。なかなかいい感じだね。かっこいいわ。やっぱ棒が嫌だけどな。棒がな。早く浮く装置作って、浮く装置。そしてお次がアルセウスのサバキのつぶて。もう名前がかっこいいもんね。技目、サバキのツーでシューおー、綺麗なクリアパーツ。スタンドを組み立て、さすが長いね。あのポーズだからさ、まあ、これぐらい長くないと、上の方まで行かないもんな。で、穴が開いている、あただ、この穴。この穴に刺して、これで準備ができたと。おー、サバキのツーで、クリアパーツ。かっこいいね、エフェクトクリアパーツはやはり。ていうか、この体勢で立てるのか。アルセウスはこの体勢で、立てるのかな、ちょっと支柱にもたれかけさせるのか、こういう風に設定するのか。アルセウスの前にお好みで配置するって書いてるから、まああれか、あのポーズはちょっと無理っぽいな。とりあえずこんな感じでいいかな。結構決まってると思うけど、ちょっとねこう寄っかかってる感じ、あんま分かんないと思うけど、ちょっと触れてるんでね。そうすることによってバランスよくね、ポーズは決まった。これいいね、これ成功じゃないかな。ポーズかなりかっこよく決まったと思う。サバキをつぶて、シューアルセウスのね、かっこいい。これは決まったな。サイコウェーブが決まったかも。サイコウェーブ難かったな、あのポーズ。もっと肘張りたいんだけどな。張ると腕が取れちゃうし。すごいな、これどうやってこのポーズ取ったんだろう。もっと上なんだよね、しかもスプーンね。すげえうまいわ。あと支柱が消えてるからやっぱいいな。支柱。この支柱がね、この棒、磁石で浮かしてほしいな。ていうかさ、尻尾だね。尻尾使って3点ポジションで支えたらいける。これでも全然 OK だもんな。尻尾すげえグッジョブだわ。で、次、グレイシャ、このお座りポーズ可愛いんだけどさ、冷凍ビーム、話したいじゃん、やっぱ。だから足を取って、足をね、戻しまして、グレイシャをね、こう、正せますと。
そして冷凍、いや、かわいい。しかしかわいい。これが冷凍ビームですな。かっこいい。やっぱクリアパーツいいな。クリアパーツ。炎のレッド。で、冷凍のこのブルー。ちょ、グリーンかな。エメラルドグリーン的な感じの。超綺麗だね。で、これもスタンドがあるから、まだ浮く装置がないからね。浮く装置。レイオの時代でも無理かな、浮く装置は。こんな感じが。こんな感じでセッティングして、そして、グレイシャーを目の前にブワーンと置けば、冷凍ビーム放ってる。ちょっとなんか、冷凍ビーム放ってる人は和やかでさ、もっとなんか、鬼気迫る。表情は変えられないから、ポーズ。ポーズね、シャーってこう、こんな感じかな、セッティングとしては。後ろ足2本で踏ん張って、この前の2本でこう、突っ張ってる感じで、バーって、冷凍ビームを放っているグレイシャー。うおー、いいね、かっこいいわー。これ写真撮るの楽しいですな。で、今回ね、あの拡張パーツ、一番楽しみだったのはさ、ドラパルティのドラゴンガロー。これ絶対かっこいいと思わない？ドラゴンガロー、これ。やばいよね。これドキドキしてきたな。とりあえずあのパーツを出して、ドラゴンガローを払ってみようかな。まずは台座に、この支柱パーツを取り付けて、向きはどういう風にすんだ？こうかな。こんな感じかな。すごい細かいパーツだよな。これなくさないようにしないとね。ドラゴンアローのパーツ。で、このようにセッティングして、ドラパルティをシャーすげえこのアングルで撮りたいね写真。シュードラゴンアローが迫ってくる感じ。かっこよくない？シャーンって出て、うーってこう、迫ってくる。おーやっぱかっこよかったな、ドラパルティの。ドラゴンアロー、ジョフォー放たれてこう飛んでいく瞬間。イカスは、拡張パーツはドラパルティナンバーワンだな。おー、決まってんな。発射音が聞こえてきそうなほどリアルだね。躍動感に満ち溢れてる。ドローン、ドラゴンガロー。ちや、これは、かっこいい。あと、グレイシャーのやっぱ冷凍ビームもすごい気に入った。個人的にはね。あと、アルセウス、サバキをつぶて。で、フーディンの最後ウェーブ。ポーズやな。ちょっと納得いかないんだけど、ちょっと難しくて、今ちょっとこれが限界。運びながらもうちょっと頑張ってみるわ。ということで、今回は、衝動ポケモン第7弾の開封レビュー動画でした。ついにね、グレイシャーが来たぞ。しかし、フーディンがね、最高すぎた本体は。あと、このドラゴンアロー、拡張パーツはドラゴンアローがね、一応ちょっとかっこよかったかなと。今回のメンツもそれぞれの良さがあってよかったな。次の8弾、何が来るのか、衝動ポケモン第8弾。で、9と来て10でしょ。記念すべき10弾は荒ぶるだろうな。あと、8、9、10、3つ楽しみにしてみましょう。それではまた次回、次の衝動ポケモン第8弾の開封レビュー動画でお会いしましょう。みんなもぜひ、すげえいいからこれ、特にグレイシャーとフーディンゲットしてみて。まあ、全部いいけどね、ワンボックスで買うのが一番いいと思うよ。確実に拡張パーツもゲットできるし、なんといっても被りもゲットできる。いや、嬉しいね。アルセウス3つ、グレイシャー2つ、フーディン二つに、ドラパルティも二つと。このクオリティだぜ。いや、たまらんかったね。可動式っていうのが熱いしね。衝動ポケモンシリーズ。八段ガチ楽しみだわ。早く出てほしいな。もう来月来ねえかな。年末、最後の、衝動ポケモン第八弾。激アツで、でも来年になるだろうな。